僕の月1回必ず取るオフ前のルーティンがあるので今日はそちらを紹介します。はい、これは駐車場から新都市駅に向かって歩いてます。はい、いました。8月は守屋健太郎、原田渉、そしてこちらが若手のサブキャラたち。先頭にいるやつは移籍しちゃいましたもんね。まああんま言わない方がいいか。サガン鳥栖の応援よろしくお願いします。初めてカメラを持っての歩行、緊張しました。はい、ピアノいつかここで弾きたい。あ、パギ君いた、パギ君いた。キーパー、うちの正守護神パク・イルギュ選手。はい、新都市駅綺麗です。今日はこの席で新神戸に向かいます。新都市駅ね、本当に綺麗なんですよ。すごいですよね、これ。人が作ってるんですよ、これ。すごい、素晴らしいっていつも思ってます。そしてこの新都市駅は隣が博多駅、隣が久留米駅、僕の大好きな駅に囲まれてます。あの奥に見えるのが山で、旭山、階段トレーニング最高の場所があります。来ました、撮り鉄。まさか自分がこんな動画を撮るとは。新神戸へ向かいます。これは僕の新幹線内での時間の使い方、ブルージャイアント、何回読んだかわかりません。今日も読み直します。チラじゃない、そしてこれはどうせ死ぬんだから、はい、からのザ・グッドライフ、良い人生とは。悩みでもねあるんでしょうね、きっと。そして新神戸駅、はい、一瞬でした、2時間半。素敵だ、素晴らしい。地下鉄に乗って新長田駅に向かいます。はい、この大阪優也、山口蛍、酒井豪徳、同い年です。着きました、新長田駅。これからですね、治療院に向かいます。この方が僕を担当してくれてる甲さん、はい、僕はこの人天才だと思ってます。このね、マンションの一室で、まずはこの部屋で、1時間半、姿勢をね、戻します。マッサージやら、針やら。で、いい姿勢に持ってきます。はい、これ新加入。久しぶりにね、来たら、犬、新加入してました。めちゃくちゃ可愛い。あ、行かないで。行かないで。臭かったかな。はい、そして1時間半終わったら、こちらに場所を移動して、ここでね、トレーニングをするんです。ここでトレーニングをして動画を撮るんですよ。で、それを、持ち帰って、毎日練習前にするみたいな。これね、特別に許可をもらって、流してます。まあ、これは、まあ、ストレッチですけどね。じゃれ合ってるわけではありません。これすごい効くんですよ。初心者というか一般の方はね、危ないのでやらないでくださいね。これもねすごいですよ。じゃれてるわけではありません、ストレッチです。僕はここの治療院に、通って、選手生命伸ばしてもらいました。2019年大分に移籍した時に、僕1年目に膝の手術をしてて、半月板を切除と、あとね、その時に軟骨に少し傷がついてますとも言われたんですよ。で、その怪我が10年経って大分に移籍した年に爆発しまして、もうね、手術しかないですと。はい、待って、これ森本選手、15歳で J リーグでね、15歳で手を決めた森本選手。ありがとうございました。また連絡します。はい、ありがとうございました。
あのフォローして YouTube、はい、フォローしてください。お願いします。はい、疲れてる。話を戻します。で、この治療院に出会いまして、手術をせず回復することができました。詳しく知りたいアスリートはね、ぜひ連絡ください。はい、JR 元町駅着きました。今日の僕のお宿、もうね、すぐ見えます。はい、カンデオホテル。14階建てのね、素晴らしいサウナが売りです。この向こうのアーケードも気になるけど、ロビーがね本当に綺麗なんですよ。高級感あってね。コツとしては、初めにもう予備のタオルをもらっておくこと、これマスト。僕の部屋は1107。入ります。これが今日の僕のお部屋です。はい、今カンデオホテルに到着しました。僕がいつもアウェーの遠征の時だったり、ホテルについてまずやること、それはですね、お湯をためます。行ってきます。沸騰させます、大量の水を。でお風呂に撒いたり、あとこれもね、前回使った人が何入れてるか分かんないし、まあ多分水なんですけど、まあ、除菌の意味を込めて。カンデオホテル神戸トアロード店は、僕昨日もあの福岡の天神のカンデオホテルに泊まってたんですけど、そこよりも綺麗です。おすすめです。はい、カンデオの部屋着、館内着に着替えました。僕これ結構好きです、おすすめで。お湯が沸いたんで、お風呂場このお湯で除菌してきます。今夜の7時16分、これからお風呂に行ってサウナ入って、あ、夜ご飯、今日は元町のどっかいいところ探して、明日が休みなんで、ちょっとお酒も飲んで、はい、ゆっくりしたいと思います。じゃあサウナ行ってきます。サウナ行ってきました。僕いつも本当はサンセット入るんですけど、ちょっと子供たちが夏休みってこともあってね、子供たちがすごく多かったのと、帰ってきてここね2時までサウナ入れるんで、あの帰ってきてゆっくり入りたいと思います。ナチュールをね飲めるお店をちょっと探して、元町の夜を散策してみようかなと思います。このホテルのすぐ近くにあるセラビーっていうお店に今電話したんですけど、席空いてるということなので、これから一人で繰り出したいと思います。行ってきます。僕のルーティーンというのはですね、今紹介しましたけど、月に一度この新永田に来て、治療とトレーニングをする。そして夜元町駅、三宮散策する。これがね最高なんです。1軒目到着しました、セラビー、初めてのお店です。1杯目はスパークリングモンマルサル、まあ、俗に言うカバってやつですね。これはオリーブ2種盛り合わせ。気になる方はここで止めてメニュー見てみてください。次が白ワイングラスでビオニエ、飲み物で言ったらこの日のナンバーワンでした。僕これ大好きです。干しイチジク、イベリコ豚のソーセージ。そして次が赤ワイングラスでシラーをお願いしました。はい、合いますね、絶対に合いますね。次がテロルデゴ、合ってるかな、これも美味しかったです。そして締めのリゾット、これめちゃくちゃ美味しい、絶対また食べに来ます。でこちらがですね、1軒目を出て2軒目フラッと歩いてたらなんか誘われてしまって、お一人様大歓迎と書いててね、これマスター、もう見た感じ面白い人ですよね、間違いなく面白い。でようやくナチュールにたどり着きました。白のナチュール。
次が赤のナチュール。本日のベストショット取れました。ブルージャイアントとマスター。そしてね、まあ、2軒目を出まして、最後なんかおすすめのお店ありますかって聞いたら、ここ紹介されました。このね、2階にあるんですよ。なかなか雰囲気渋いっすよね。これが店内、お客さんは僕1人で、店長さん1人で営業されてました。これね、やってみたかったやつですね。よく見ますね。なんかちょっと恥ずかしくて変顔とかしちゃってますけど、美味しかったです。これチリの赤ワインでした。いよいよお待たせしました。いや、すいません。はい、お肉です。ありがとうございます。はい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 。これ3軒目ですけど、またまた最高なお店に出会っちゃいました。絶対にうまいっすもん、ね。いやいや、裏切らないですよ。絶対裏切らない。はい、本当にようね、うちたどり着きましたね。いや、本当に。あのね、なんていうかな、旅行者の方がもう一期一会みたいな感じで来るじゃないですか。はいはいはい、確かに確かに。地元の人って怪しかったらあんまり入らないですね。怪しいね、また今度にしようとかなるじゃないですか。まあでも俺も確かに、はい、今日聞かなかったら、はい、絶対こう来てないですもん。いやいや、もうこれこそ、まあ、ご縁と僕は思ってますけど。いや、もう本当に、はい、あるじゃん。いやいや、今30いてですよね。33です。あ、もう行きました。はい、あ、めっちゃ若いですね。本当ですか。まあでも、そっか、スポーツ選手のその名前もね、うん、そんな長くないですよね。もう33はもう賞味期限ギリギリ。もちろん結婚してるんですか。結婚してます。ね、はい。佐賀市なんですか、ちなみに。いや、鳥栖市です。鳥栖市俺結構いろんなとこ住んできたんですよ。8チーム目で、佐賀の鳥栖が。8チーム目ということは、もうあらゆる県も回ってるぐらいの時は、はい、でも、もう調子乗りますやんか。鳥栖で、はい、鳥栖にいたいっすってぐらい、鳥栖マジでいいとこなんです。あの穴バス、鳥栖って分かんないじゃないですか。全く分かんないです。博多まで新幹線で1400円ぐらいで10分で着くんですよ。どっち側、あの太宰府の方、太宰府を越すんですけど、鳥栖まで行くと新鳥栖駅っていうのがあって、12、3分で新幹線で博多着いちゃうんです。で車で鳥栖ジャンクション、高速がジャンクションになってる。鳥栖が北博多、南熊本、東大分、もうその西長崎、ジャンクションだったんですね。そうなんですよ。どこにも行けるみたいな。だからいろんな大きい会社の倉庫とかがいっぱいあるんですよ。アマゾンとか。いや、今 なんでこの塗装そんなに押してるんですか。いや、あのあちこち行ったら言うけど、関東の方もちろん行っとったんですか。もともと千葉なんで。出身は千葉。ああ、もうほんならまあバリバリ関東じゃないですか。で高校も千葉とか。高校も千葉です。はいはい。栃木、プロに入ってからは、うん、栃木と、東京、ベルディ、ベルディと、はいはい、関東でもないですけど、甲府、はいはい、にも行って。まあ、いいとこありますよ、甲府は。甲府もいいとこですもんね。あの紹介はですか、ご飯も食べれるぐらいの勢いでお腹空いてたかみたいな。ああ、まあそれはあんまりね、神戸生まれしかないかもね。うんうんうん。あの神戸来たら一応ホテル取っといて。そうです。一泊して帰るんですね。カンデオに泊まってて、カンデオ、カンデオサウナがお良くて重要ですね。そ, そうなんですよ。特にまあ治療とかしてやったら酒飲んで、はい、サウナで抜いて血力血糖よくしといて朝帰る、リラックスして帰るの。おう、エビとホタテとイカがあの、まあ、グリルというか焼いた状態で乗ってるシーフード。エビフライはまあだから別に追加でエビフライだけまた1匹2匹乗せればできるんで。いや、行きたいです。シーフードとエビフライ行きたい。行きたい。だからエビフライ1個乗せてみましょうか。お願いします。了解しました。お願いします。はい。このおっさん、身長191センチ。今日は3軒とも初めてでしたけど、最高なお店に出会いました。はい、お待たせしましょう。ありがとうございます。はい、シーフードと。ありがとうございます。これやばいっすね。メガネ忘れました、2軒目に。なんで今から取りってきます。
多分2軒目。まあメガネユニクロなんで1900円ぐらいなんですけど、はい、おはようございます。爆睡しまして、朝はここのホテルの売りのサウナに入って、汗かきたいと思います。素晴らしい景色、ここがねサウナになります。しっかり整いまして部屋に帰って、これね僕の必需品、ホテルに行くときアウェーの試合などで必ず持っていくコーヒーです。ドリップコーヒー、今日はね3種類とカフェインレス持ってきました。さあ何を選ぶのか、ミャンマー、一杯目はミャンマー。この時間ね好きなんですよね僕、すごいいい香りが。恥ずかしいやつ。そして2杯目、あと1杯にしようと思って、ブラジルとねコスタリカ、どっちを選ぶでしょうか。どっちだ、ブラジル。やっぱり昨日トレーニングして意識高まってますからね、サッカー王国ブラジルでしょう、ってことでブラジル行きました。いただきます。はい、美味しい。チェックアウトしまして、地下鉄三宮駅まで、歩いていきます。新神戸駅は地下鉄がね止まるので、まあ、5分ぐらいかな、このホテルから。で、昨日のね、お店をちょっと振り返りたいなと思って、お店の近く歩いて、ちょっとね、通り過ぎてましたけど、ここです。マンボジャンボでいいのかな。ここは本当にいいお店でした。そしてこのね、神戸、あのサウナもすごくいい。地下鉄三宮着きました。地下鉄のね、路線図とか好きなんですよね。はい、出た。この人たちはすごい。いい家族を、ファミリーを見学して新神戸駅着きました。これに乗って帰ります。1本です。新鳥栖駅着きました。いつかこのピアノ弾きたい。はい、昨日もいた。はい、またいた。はい、帰ってきました。暑い。400円かと思ったら600円。